おう、ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いやそれにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国がぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたな。誰がや。うちの親父が。はっ、島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はぁ、アホらしい。おれ。うわぁ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へぇ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけど、しばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年。下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。笹井の親父のためやったら何でもやる。それに。それに？試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島。何しとるんじゃ兄弟。くそ。あ、俺や。笹井組の西島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そうや。ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ。昼で。なんや。10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。あんた本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。
上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるぜ。お前の人生がめちゃくちゃになったんは親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で拭け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした？あ？なんだその目は。まだ殴られたのか？うれ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 。おい、斉藤。おい、斉藤。おい、斉藤。終わりだ。この。なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。前にお客さんだ。己は高くつくぞ。外の奴に指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃ。例のブツだ。監視の目を盗んでその手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。ふん、やるさ。あんたはやる。
やるに決まってるさ。どういうことや。上の清和会が生き残ってるやと。ああそうだ、上の清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てデタラメ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ途上界の親戚だ。あの事件の後、途上界は上野と五分の逆らつ交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野吉原を取り損ねた。だが実質上、あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし上野清和会は潰れなかった。なんで。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の。あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで、なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散。そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東上界の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。
んだなんだ、どうしたんだ、何の音だ、くそ、何が起きたんだ、どうしたんだ、見えねえ、なんだこの騒ぎは、何事だ、何をやってるか、あいつは冴島、これはどういうことだ冴島、お前どうやって棒から出たんだ、脱獄するつもりか、こんなことしてどうなるか分かってんだろうな、おい、うわおい、俺も出してくれ、 お前には懲罰棒も生ぬるい、今すぐここでぶっ殺してる、文句はねえよな、いいな、手加減はなしだ、奴を絶対この部屋から出すな、やれ、ここやな、先行け、どうした、なんで俺を先に、もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや、それからあんたが先に行かんとあかん、あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや、何言ってんだお前、俺はもう何も失敗しとうない、絶対絶対に後悔しとうないんや、それにあんたは嫌なやつかもしれん、せやけど俺を裏切らんかった、俺はそれだけで十分や、 お前やっぱりまだ25年前のこと、ええから早せ、刑務官が来てまうぞ、冴島、冴島、早くしろ、冴島、何してんだ、早く、あんた先行け、あ、何言ってんだ、俺はあいつらを足止めしとく、あんたは先に海に飛び込んで逃げろや、冴島、はよせ、
なんで？なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。俺のこと信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地が上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。せやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ。形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐江島。佐江島。佐島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みは最強だ。東商会、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。まさき、だからお前はこっから浜崎逃がさねえぞ。さあ、佐江島。キリュウだ。こっから出たら、キリュウって男のとこへ行け。何やと？何言うとるんじゃ、おい！そいつは、沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、浜崎、おい。何すんだ、離せよ。おい、うわ、おい、やめろ。おい、やめろ。
浜崎くそ。ダメだよ。ちょっとマーメン、どうしたの？いつもはおとなしいのに。マーメン！マーメンってば。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。あ、おじさん。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。断る。なんで？あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするって言うなら、その訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん、言うたら。俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュウ！来い！やるやないかい。あんたもな。
凄すぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか。浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。そうだ、ハルカ。ん？玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え？そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。俺はずっとここで寝てたんか。うん、もう大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ。桐生はんは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょ。はあ、重かった。はい、これ。鈴木さんのなんでしょ？おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの、鈴木さん。大丈夫？ん？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん。いや、はるかちゃんが。ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんねん。はるかちゃんともこれでお別れ。でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は冴島や。冴島大河。え？冴島さん？そや。
キリュウさんにも言うといてくれ。俺は冴島やったで。うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、冴島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかっていいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。もうこれだから大人たちの考えてることは分かんないよ。なんで、なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に生け捕れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、悪かったの。第3632回羽黒町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。いいぞ、やれやれ、やれやれ。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。25年前、たった一人で敵対する組織に立ち向かい、18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。
この試合、特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。誰や今俺に一人増えても問題ない言うてやつは。お前か。お前か。お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や、殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねえ。毎日毎日怖い思いせなあかんねえ。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は俺は降りる。
西の親父。親父、西島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父。さあ。親父。さあ。さあ。さあ。じ。まあ。な。親父。なことに、なんで、なんでや。すまん、西島の旦那。この男が勝手に入ってきて。誰よお前。真島組の南っちゅうもんや。あんたが西島さんか。真島組やと。何しに来たんや。西島さん、最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思てんのか。それで迷うてんのやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来た時は腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。
さすが兄弟や。部下に影響いくしとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さあ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは さ、行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来えんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんか。真島、
脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。兄弟、どうしたんや兄弟、もう終わりなんか。もう終わりやっちゅうのか。兄弟、なんや。お前も俺も変わったな。そうか。ああ、昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はなんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんやそいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。